道路もですね、だいぶ、復旧が進みまして、だいぶその交通の便が悪くなってましたが、町内の方に道路も、いくつかできましたし、あと、三陸道ですね、インターが2つできました。これによってですね、だいぶうちの従業員とかも、通勤の方がですね、だいぶかかってたんですけども、もう本当にそれが、なくなったような感じでですね、時間短縮、あとまた本日皆さん仙台の方からとかお見えになってると思うんですけども、三陸道、志津川まで、直接上がりましたので、その反対にですね、私は東京とかそちらの方に出荷とかしていますものですから、反対にこちらの方からの便がスムーズに反対に行くようになってまいりました。であと、震災におきましてみんな自宅流されたんですけども、今高台の移転の方にですね、町の方が本当に早く来ていただいたものですから、安心で、安全な土地に今皆さん移り住むようになってまいりました。本当にこれもですね、皆様のおかげだと思っています。今日は大勢の方が見えましたので、できましたら、私の新しい、工場の方もですね、少し見ていただけたらというふうに思っています。どうぞ今日はよろしくお願いします。